じゃあ改めて本日ありがとうございました。ありがとうございました。なんか札幌も久しぶりだということで、はい、今日、初心者の方、はい、あんまり熟練してない小学生に指導してもらいましたけど、うん、どうでした？いや、なんか やっぱり私もやってて楽しかったですし、うん、子どもたちがなんか笑顔になってくれていると、あ、なんかやってよかったなっていうふうに思いましたね。なんか最初本当になんかよちよちの感じだったけど、うん、最後は結構みんな、はい、まあ、個人差あると思うんですけど、うん、すごく上手になったなっていうふうに見えたんですけど、はい、そのあたりどうですか？やっぱりなんかその短い中でも成長が感じ、うん、見てて感じ取れたので、そこら辺はやっぱりやってよかったなって思うし、なんか、まあ、なんかやっぱり笑顔でやってくれてることを見てるのが本当なんかいいなっていうふうに改めて思いました。なんか引退された後は、はい、まあ、トップのアスリートの、うん、まあ、コーチというかね、指導をやられたと思うんですけど、はい、全く違う内容かと思いますけど、はい、なんか それぞれのなんかいいとことか難しいところってありますか？そうですね、まあ、なんかやっぱり今回のは単純にやっぱり楽しいって思ってもらえることが一番だなって思ってたので、うん、あまり難しいことはやらないで、うん、本当に基本中の基本というか、はい、ちょっとなんかできなかったことができるようになったっていうことを感じてもらえればいいなぐらいなところだったので、うん、はい、そこら辺を中心にやりつつ、うん、まあ選手を専門で競技やってる選手に対してはあまり私あんまりなんか経験を押し付けるというよりかは、うん、もう全面的にもサポートに回ってビデオ撮ったりだとか、うん、タイム測ったりだとか、うん、そういうことの方が多かったので、なるほど、はい、あんまりなんか指導するっていう感じではなかったんですけど、はい、サポート的なことやってましたね。ありがとうございます。はい、まあ、北海道出身で、標津出身ですけども、はい、子供の時はどんなお子さんだったんですか？とにかく体を動かすことが大好きで、あとなんか私やっぱり何でも頭で考える前に体で動いてるタイプだったので、うん、何でももう興味持ったものはとにかくやってみようっていう感じな子供だったと思います、うん、じゃあ元気いっぱいで、そう、元気いっぱいなっていうまさに、はい、そんなこうご両親はどんな感じで見守ったんですか？結構怒られたとか、それとも自由だったとか？お母さんは厳しかったです。で、なんか、はい、習い事とかも自分でやるって決めたんだから、うん、中途半端はやめなさいっていうような感じ で、しかも家から習い事までの場所が遠かったので必ず送り迎えだったんですよ。なのでそういう親の協力もあったので、うん、とにかくそのちょっとサボってたりだとかすると母親にはよく厳しく言われてた記憶がありますね、はい、いろん なんかスポーツも、まあ、習い事もなんかやってたんですよね、はい、やってました。その中でスケートに進むことになった一番の理由ってなんか、はい、他でも多分なんかいろいろ能力を発揮できるような気がするんですけど、はい、でもやっぱり中学校3年生の時に全国大会で優勝して、うん、それが一番大きかったですね。そこで勝ってからもっと速くなりたい、強くなりたいっていうふうに思ったので、うん、スケートの強い高校に進もうって思ったのがそこきっかけですかね、うんうん、そこまでもでもなんか楽しみながらでも割と自然、はい、ナチュラルにやってたら結構速くなってっていう感じですか？そんなことなくて全然小学生の頃は、全然勝ってなくて、でも小学校高学年ぐらいからちょっとその館内の大会とかでは表彰台とか登れるようになったんですよ、うん、でそこで結構おばあちゃんが1位取ったらお小遣いあげるよとか、うん、なんかそういうこう人参ぶら下げ作戦で私にこうやる気をくれたのでまんまと私をそれにもこう乗っかってじゃあ頑張るみたいな感じで、うん、結構上を目指していったところあるんですよね。なのでそこら辺からちょっと目標を見つけたらそれに向かって頑張るみたいなところも教わったし、うん、かつなんかそういったことでなんか結構負けず嫌いな性格にもなったんですよ、うん、で何でも負けたくないと思ってスケートだけじゃなくて勉強もそうだし、うん、なんか運動会の徒競走もそうだしとかマラソン大会も負けたくないしみたいな、なんか全てにおいて負けたくないっていう気持ちが芽生えたのはちょっと小学生の後半高学年になってからぐらいだったんですよね。じゃあおばあちゃんの人参作戦が結構重要だったってことですね、うん、はい、私はそう思ってます、
なんかそんな人参ぶら下げ作戦は多分無邪気で楽しかったと思うんですけど、はい、そこからぐっとなんか目標っていうか、うんうんうん、目的とか目標をぐっと定め始めると、はい、まあ、それだけじゃないなんか、ね、大変なこともあったかと思うんですけど、 その全国大会で優勝してから、はい、なんか自分の中の変化って何かありました？そこからまあ中高校に進んで、うん、そこで、まあ本当上下関係も厳しいし、うん、練習量も全然違うし、あの寮生活だったんでまず実家を離れたっていうことも大きかったんですけど、 その時にあのこれなんだろう、待ってちゃダメなんだなっていうことを教わったんですよ。なんか与えられた練習だけを今まで中学生の時まではずっとこうこなしてきたんですけど、高校生になってからは自分からこう進んでいろんなことやっていかなきゃいけないんだなっていうことをあの学んで、自らその朝練やったりだとか夜練やったりだとかっていうふうに格段にそう練習量は上がったなっていう感じはありますね。それはもうなんか部のなんか方針がそんな感じだから、うん、そういうもんだっていうふうに自然に身についたんですか、それともなんか誰かライバルとかこれっていう先輩のなんか影響みたいな、うん、そうですね、やっぱ先輩に負けたくないっていう一心でしたね。でも その時も今度ちょっとあの人参ぶら下げ作戦じゃないですけど、高校1年生でインターハイにまずレギュラーで出るっていうのは難しかったんですけど、当時3年生だった先輩が日本代表に選ばれてたので、うん、あの枠が空いたんですよ、はい、なので1年生の私でも出るチャンスがあったんです。でそこでインターハイで3位以内に入ったら、まあ、当時ポケベルを買ってくれるっていう約束を、おばあちゃんが、いやお母さんです、お母さんが、お母さんに今度自らして3位に入ったらポケベル買ってよっていうふうに自らして、じゃあインターハイに3位入ったらねみたいな約束をしてくれたんで、私は結構それに向けて頑張ったっていうのもあるんですけど、でそこで3位になって、うん、でちょっと、まあ、あのインターハイで表彰台登ってからその日本代表で行ってた先輩が戻ってきても負けたくないとか、うん、そういうところからもうやらなきゃダメな、1年生だからって遠慮してたらダメなんだっていうふうに思って自分からやりだしたっていうのがちょうどその時ですね。今子育ても、ね、されてて、はい、なんか何でも与えればいいってもんじゃないみたいなのもあるじゃないですか、うん、例えばなんかそのインセンティブっていうか動機づけがないと動かないみたいなことには、はい、なってほしくないなと思いつつも、はい、なんかうまくいったのは自分では何でだと思いますか？なんか、いや私はでも単純に負けず嫌いか、いや そうなんですよ何でも物も欲しいっていうのもあるんですけど、でも、うん、結局はそれを忘れて負けたくないっていう気持ちの方が強かったので、うん、だからその小学校のマラソン大会でも大体マラソン大会に向けてあんまり練習する人とかもいないじゃないですか、うんうん、だけど私は負けたくないからあの家で練習したりもするし、運動会の 100m でも負けたくないから練習したりもするしみたいな、そんな感じでなんかやってたので、負けたくないっていう気持ちは多分人一倍強かったんだなっていうふうに思ってます。なんか負け、まあ、アスリートって負けず嫌いな人多いじゃないですか、はい、だけど口では言うけど、うん、そこまで周到にね、子供の時からトレーニングまでちゃんとやるってすごいなと思うんですけど、はい、そうさせるなんかあったんですか？なんか頑張ったけど、はい、勝てなかったことがあったとか。ああ、それがなんかでもやったらやっただけ結果に出てたんですよ、また小学生の時とか特に。だから自分でも自ら進んでやってたんだと思うんですよね。じゃあもうほぼ生まれながらの負けず嫌い的な多分、はい、だと思いますね本当に。なんかでも、あ、まあでも今はまあその丸くなったみたいな感じあると思いますけど、うん、はい、ありますね、周りは結構なんか引いてるみたいなのはなかったですか？そこまで巻きづけられるするみたいな。いや、どうなんだろうな。いや、なんかそれ含めてなんか大須賀さゆりっていうもうキャラになってた、はい、多分なってたと思います。うん、あ、なんか、はい、小学生の頃とかは、まあ、でもある意味、まあ、自分の意識っていうか、はい、まあ、自分の努力が、まあ、うまくできているときは結果につながっていったと、はいはい、そうですね。そこから先の壁にぶつかったっていうなんかいつですか？なのはやっぱ21歳の時で、うん、その初めてオリンピックに出た時なんですけど、はい、あの時は、まあ、若かったし勢いもあったし、まあ、結構ギラギラしてたんで、うん、あの自分にも自信満々で、うん、あのオリンピックでもメダル取れると思って臨んだ初めてのオリンピックだったんですけど、うん、そこでスタート失敗して、うん、あのメダルも取れないし散々な結果に終わってしまったっていうのが最初のオリンピックだったんですよ。その時に初めてその
私あんまり試合でも転んだこととかなかった方なので、それをオリンピックでやってしまったことに対してもものすごいなんか落ち込んだし、なんだろうな、味わったことのないこう悔しさを経験したので、もうなんかもうどうしていいか分からなかったっていう時期がその時でしたね。ああ、じゃあ、まあ、ある意味挫折をして、まあ、はいはい、その時引きずってしまったと。そうですね、だから初めてスケートをやめたいと思ったのもその時でしたね、うん、その時はなんか自分の中の心の部分がなんか回復するのにどのぐらいなんか時間かかったイメージですか？2月にオリンピックがあって、そこからちょっと心折れて、で残りもワールドカップとかまだシーズン続いたんですけど、うん、もう全然もう気持ちとか全然全く入ってないシーズンを終えて、でとりあえず4月にオフシーズンで実家帰って、でちょっと、まあ、ずっと家に引きこもってたんですよ。あんまりこう街出ると、うん、お疲れ様とか、うんうん、また頑張ってねって言われたんで、それが嫌で人に会わずに家にいた時期が、まあ、ちょうど4月ぐらいだったんですけど、その時にそうですね、ちょっと家でいろんなビデオを見てて、でそこで地元で小学生の子たちが応援してくれてるビデオを見たんですよ。なんかどっかに集まって、うん、私のレースを応援してくれてるっていうビデオを見た時に、あ、こんなことしてくれたんだっていうのを知って、うん、そこからちょっと前向きになったので、うん、だからまあ2月から4月ぐらいまではちょっと落ちてましたね、うん、その4月にオフシーズンで帰ってビデオを見てからちょっとはい、もう一回頑張ってみようかなっていうふうに前向きになれたっていう感じなんですよ。本当の話でしょうけど、すごいいい話ですね。あ、本当ですか？いや、そう、本当にだからそれなかったら私多分なんだろう、もう一回頑張ってみようっていうふうに思えなかったのかなって、うん、今とは思うんですけど、なんか尖ってる時代のアスリートってとにかくなんか自分に対してすごく厳しくもあるし、うんうんうん、はい、突き詰めてるし、言い訳したくないし、はい、自分で解決したいしとか、うん、なんかあるじゃないですか、はい、でもその若い時代に、まあ、本当大変な経験をしたっていうのはあれど、なんか子どもたちの応援メッセージとか、うん、そういうので急になんかパッと目覚めるっていうのは結構すごいなと思って。あ、本当ですか？いや、なんか私嬉しかったんですよ。あ、でしかも私が、まあ、転んでるレースを見てるんですけど、うん、変わらずずっとここポン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 叩いて、うん、頑張れ頑張れって応援してくれてる映像だったので、うん、あ、なんかちょっとジーンときて、でそれから私小学校に挨拶行って、うん、応援ありがとうございましたなんていう挨拶をしに行ったら、やっぱでも子どもたちは純粋にオリンピックに出たお姉ちゃんだっていう風に寄ってきてくれたんですよ。でそれもまた嬉しかったし、うん、なんか私失敗したレースだけど、それでもなんか応援してくれてるんだって純粋に思えて、うん、そこからちょっともう一回頑張ってみようかなっていうふうなきっかけを作ってくれたのは、そういった出来事でしたね、うん、なんか本当にこういう話を生で聞くと、まあ、子どもたちはもちろんですけど、そういう場を作った大人たちとか先生とか、はい、うん、なんか保護者の方々とかみんな協力したと思うんですけど、うん、みんな多分嬉しいだろうなと思うし、はい、うん、でもそういう経験をしたらなんか誰かのためにみたいのも、うん、なんか何て言うんですか、偽善っぽくなく、はい、本当にリアルに多分、そうですね、まあ、芽生えてるんだろうなと思うんですけど、そこからなんかトレーニングとかで、なんか自分の中変化ありましたか？はい、そこからで5月にも向こう戻ってまたシーズン始まる計画を立ててくるんですけど、うん、私ソルトレイクで失敗したので、はい、でそこにもう一回行きたいって言ったんですよ、監督に。やっぱそこのリンクって高速リンクで記録も出るリンクだったので、うん、でもそこで失敗しちゃって言うと苦手意識が出るじゃないですか、うん、でもそのリンクを苦手意識にしておきたくなくて、そこに行って、でかつソルトレイクのオリンピックでアメリカチームが活躍したので、うん、そのアメリカチームと一緒に練習をしてちょっと強さを学びたいと思ったので、ソルトレイクに行きたいですっていうふうに監督に言ったんですよ。で私は結構監督に言ったんですけど、その前からアメリカ人に仲いい友達がいたので、うん、その人にも陰でコソコソ連絡取ってて、ちょっと私陰でコソコソ行って練習取りやりたいんだけどみたいな、なんとかなんないかみたいな話を してたんですよ。だけどその時英語も全く喋れなくて、うん、オリンピックの選手村で出会った通訳さんと仲良くなってたんで、うん、その人を間に入れて、はい、その人現地にいるから、いろいろこうアテンドしてもらって、なんとかこうならないかっていう話をして、アメリカチームは結構受け入れ OK だみたいなところまで1ヶ月では言ってたので、
監督に行きたいですってもうこうこうこうしてありますみたいな話をしたら、うん、あのチームで動いてるので本当はそういった単独行動はダメなんですけど、うん、監督がその私のあまり熱意をちょっと感じ取ってくれたのか許可していただいて、うん、一人で単身ソルトレイクに渡るっていう決断しましたね。期間としてはどのぐらいの期間に行ったんですか。5月6月ぐらいから本当は、シーズン始まる10月前まで行こうとしたんですけど自転車のトレーニングもやってたので、はい、引き戻されて結局2ヶ月ぐらいだったんですけど、うん、一人でホームステイしながらアメリカチームの練習に混ざってソルトレイクの失敗したリンクで日々こう練習を積み重ねたっていうことがありましたね。なんか最初にもなんか直感でまず動くみたいな、ね、そうですね、ことを前言ってたと思うんですけど、はい、まさにそうでそれってなんか自分の中で揺るぎのない何かがあって動けてるんですか、うん、それともなんかもうそんなうまくいくかどうか分かんないけどやっちゃえみたい なんかギャンブル的なんですか。どうだったかな。やっちゃえっていう感じでしたねやっちゃえでした。はい、友達もいるしなんとかなるだろうぐらいな、うん、とりあえずやってみようみたいな感じでやっちゃえでしたね。で実際行ってみてはどうだったんですか。はい、そしたらいやなんかこう全然違うんです練習方法が、うん、今までやってきた自分のと全く違ったんですごい難しかったっていうかてあの大変だなって思うことはあったんですけど、なんだろうな、もう一人で行ってるし言葉も分かんないけどもうやるしかない状況だったので、うん、その中はい中でやれたっていうのは自分の中で精神的に強くなれたなっていう実感はあります。なんか、まあ、国が違うしスタイルが違うとか、うん、トレーニングメニュー違うとかっては分かるんですけど、はい、行ってみた時に最初なんかあれっていうなんか違和感みたいなのがあったりとかしたとして、うん、はい、それがなんかあこれってやっぱりなんか自分の未来のね、うんうん、パワーアップのためになってるみたいな実感をなんか持てたのはどのぐらい経ってから。いやもう全てもう行った瞬間行って練習プログラムとか見たりとかやってることがもう本当180度違ったので、うん、だからあ こういうことやってるからアメリカチームは強いんだみたいな風にも思っちゃったので、うんうん、何の疑いもなくもうできなくても全部それはこなそうっていう風に切り替わってたので、うん、何の全部やってました。もう言われた通りにっていう。じゃあまあその2ヶ月ってのはかなりその後のね選手にとっては大事だったと、はい、大きかったですね。じゃあ日本に帰ってから、うん、なんかそれを自分の中のトレーニングのものだけにしたんですか、それともなんかチームに対してとかなんかあったんですか。一応チームには共有はしたんですけど、アメリカのコーチがもう帰ってからもこのプログラムでやっぱアメリカチームってその逆算でその2月にまあメインの試合があるとしたらもう逆算でこう考えてメニュー作ってるんですよ、うん、なので日本帰ってからもこれはやれっていう風にメニューで渡されたんですよ。だけど自転車のトレーニングがあったりとかやっぱチームで動そこは日本に帰ってくるとチームで動いてたので、うん、なかなかそれを全てこなせることはできなかったんですけど、まあ、そこ、まあ、一応監督とも話してやれることだけはちょっとやらせてほしいみたいな感じではやってはいたんですけど、だからしばらく私は一人アメリカに染まった練習を日本に帰ってきてからもしてたんですけどね、うん、でも結局戻ってきちゃえばやっぱり日本のリズムにもなるので、うんうん、なかなかそこはちょっとうまくできなかったなとは思ってます。ただいさえ、まあ、その自転車との両立みたいなのも、うん、まあ、簡単じゃないと思いますし、はい、でアメリカで良いなと思ったものを自分はやりたいけど、はい、そうそうなんです、まあ、言っても、まあ、日本は日本の今までのやり方があるから、はいはい、自分ではできない歯がゆさみたいな、はいはい、そういうなんかちょっとした板挟みみたいな感じだと思うんですけど、うん、はい、そこに対するストレスみたいなのが生まれたりしなかったんですか。なんか割り切りました。もう私は、はい、もうしょうがないなって思ったんで、うん、なんかそこでなんか監督と揉めても嫌だし、チームでもまだ下っ端の存在だったので、まあ、先輩がいる中で私がもうしゃしゃってもなとも思ったので、なんか割り切ってやるときはやるし、はいはい、でフリーの時間にアメリカ の, そのプログラムやったりとか、そうやってやっていこうみたいな感じでやってましたね。なんか結構僕のいろんな人からお話を聞いてる経験則だと、はい、なんかこれだってなんか見つけた、自分が見つけたものがあるとすると、うんうん、それをやりたくなるし、はい、試したくなるし、それにこだわりを持ってさらに言うと固執しちゃうパターンもあるんじゃないかなと、うんうん、はい、特に若い時なんか、はい、自分を信じてると思うし、さらにそうです、ね、だけどなんかバランスがやたらいいなって思うのはこれいつ育んだ、その普通だったらいや絶対こっちの方がいいし日本にとってもいいから、はい、
これやりましょうみたいなことをもっとなんか押しそうな雰囲気も感じつつでもパッと手放して割り切って、はい、そうですね、なんかいやだからやっぱいろんなことやってみよう精神はあったので、うん、もちろん今までやってきた日本でのことも間違ってそれで成績が出ているのでなんか間違ってもないと思うし、まあ、アメリカに行って学んできたことは自分でもやりたいしってなった時になんかそうですね、日本にいるのにアメリカのことを全てやるのってやっぱ難しかったのはあるので、うんうん、それだったらっていうので割り切ったっていう部分はあります。なるほど、はい、でもそこからなんか、まあ、自転車 の, その共存っていうのとアメリカのまあエッセンスが入ったので、うんうん、自分の中のなんか変化って何かありました？スケートの選手としてありましたね。やでもあの自転車も始めたのもやっぱりソルトレイクで失敗したのがあって、その失敗した原因って何なんだろうって考えた時にやっぱりあのメンタルな部分だったんだなって、あの初めてのオリンピックでめちゃくちゃ緊張しちゃって、うん、スタートの立ち位置いつもとずれてたんですよ。それからちょっとずるって足がこけて、うん、ミスしちゃったんだなっていう分析をしたのでメンタル強くしたいと思ったんですよ。で試合前の緊張感いっぱい味わおうって思った時にあの自転車トレーニングでやってた自転車でも試合に出ていっぱい緊張感味わおうっていうふうに思ったので、やっぱなんかソルトレイクの失敗があったからこう自転車にもつながっていったっていう感じだったんですよね。うん、なんかあの大先輩の橋本聖子さんなんかももちろん同じような、ね、はい、その種類のキャリアだと思うんですけど、はい、なんか日本ってやっぱり一個のことを極めるとか、うん、突き詰めるみたいな結構美学があるから、はいはい、なんか両方やると中途半端じゃないのみたいなことを思われたりするのかな、はいはい、僕も同じサッカーの中でもいろんなポジションをやるだけで中途半端だみたいなことも言われたりすることもあったんですけど、そのあたりってどうでしたか？ありましたよ。やっぱり自転車に試合出てくじゃないですか。でもちょっとやってなんかタイムが出ちゃったりとかすると、今まで自転車やってた人からしたらやっぱ面白くないじゃないですか、うん、だからで そういったなんかやっぱ言われたり直接じゃないですけどなんかあの後から来てとか、その、なんだろうな、あの自転車連盟が一回その私がを日本代表に選んだことがあって、でそれに対してちょっとこう周りがざわざわみたいなことはあったんですけど、うん、私は逆にそれが糧になって、じゃあやってやるよっていうふうに思って、うん、あのじゃあ結果出してやるっていうメンタルになっていったので、そこからやっぱ負けたくないとか、うん、もっと早くなりたいっていう思いだけでやった結果オリンピックっていう夏のオリンピックにつながっていったっていうところがあるので、うんうん、なんかやっぱりそこにも負けたくないとかっていうのがあったんだなっていうふうに思いますけどね。まあ、負けたくない負けず嫌いがやっぱり根底にあるんです、あるとは思うんですけど、なんかそういうまあ周りの意見ってまあ気にするなとか言われつつも、まあ今なんか特に SNS もあるし気になっちゃうじゃないですか。いや私気にしなかったですよ。だからなんかその時は、うん、そういうの全部あのそういうふうに言ってる人たちを見返してやるみたいなマインドになってったので、じゃあ見てろよみたいな感じだったので、だからあんまりその気にしなかったし、逆にその周りからプレッシャーかけられるぐらいだったらもう自分でそのこう言ってどんどん言って、ビッグマウスじゃないですけど、次これやりますみたいな、次頑張りますみたいな、その全部言ってってプレッシャーかけていく方がなんかちょっと楽だったりもするので、そういうふうにやってきたと思いますね。それは本当になんかあれなんですか、自分の個人の気持ちっていうかだけ、うん、なんかそのメンターみたいな人とか、なんかそういうのを支えてくれたコーチみたいな人がいたりしたんですか？あ、いました。一応日本 の, そのスケートのチームにはメンタル代表の、はい、代表じゃなくてチームにメンタル コーチはいました。いましたけど、そうですね、だからなんかちょっとそのなんだろう、アメリカとその日本 の, そのなんかもやもやした時にちょっと相談したりとかも、うんありましたけど、でも基本やっぱり、はい、自分のこう思ったことを優先してきたかなっていうところはありますね。うん、やっぱり負けず嫌いの力ってすごいですね。いやって思いますよ。私なんかそう自分の子供を見てて思うんですけど、なんかあんまり負けず嫌い感がないんですよ。うん、でもあれ負けず嫌いっていつからこう身につくんだっけっていうふうに思って、あれ自分っていつからだったっけ、うんって思ったら、まあ、小学生の時にはやっぱり負けたくないとか人参ぶら下げ作戦に乗っかってやってきた部分があるので、
娘にもぶら下げてみたんですけど全然響かなかったんで違うんだ私の性格っていうふうに思うし、なんかだから私はおばあちゃんにそうやって植え付けてもらった負けず嫌いの性格が根底にあって、うん、そこからいろんなとこつながっていくんだなっていうふうにはいろいろ思いますね。なんか負けず嫌いってなんかずっと続くような気もするし、うん、結果を出したいとか成長したいっていうことのなんか 裏返しのようなね、はいはいはい、気がするんですけど、まあ、キャリア重ねていって、うんうん、まあ、僕たちアスリートは絶対終わりが来るという、まあ、引退に近くなってきた時の、うん、なんか体の変化とか、まあ、自分なりにトレーニングしっかりしてるつもりでも成果がなかなか上がらないとか出てくるじゃないですか、うんうん、はい、その辺のなんかのなんか捉え方ってどんな感じだったんですか。だから引退とか引退決めたのまさにそれで、なんか負けても悔しくなかったんですよ。2010年に引退してるんですけど、うんうん、11年か10年にバンクーバーがあって、はいはい、そこ外れたんですね私ね、うん、で外れてその時は悔しかったんでこのまま終われないとは思って、もうワンシーズン頑張ってみようって思った時に試合があったんですけど、そこでもう勝てなくて、うん、でもなんか全然悔しくなくて、あれっていうふうに思ったんですよ自分の中で、うん、でそうなっていくとやっぱ練習とかにも全然なんか、ね、身が入らないっていうか、うん、まあ、追い込むことできなくなっちゃって、うん、でそう感じた時に、あ、ここが引き際なのかなっていうふうに自分の中で思ったんですよ。やっぱなんか、うん、こんだけ負けず嫌いで負けたくないってやってきたのに、その2011年のシーズンは負けてもケロッとしてる自分がいて、うん、でそれを気づいた時に、あ、もう違うのかなっていうふうに思って引退決意したんですよね。そこから引退の決断自体はもうサクッといった感じですか。サクッといきました、はい、悩まなかったです、はい、で10月の開幕戦で負けても悔しくなかった自分がいて、うん、なのでこのシーズンでもう終わりだなって思ったんで、うん、はい、そのシーズンで最後でしたね。まあ、なんかちょっと時間は空いてね、なんか空けたら少しまたスケート欲が増えるかもとか、はい、なんか考えようによっては選択肢ってなくはないような気もしますけど、うん、もうそういう気には全くならず、なんなかったですね。なんか滑りたいなとはぐらいは思いますけど、うん、はい、また頑張ろうとかやってみようっていう気にはならなかったですね。逆になんか自分のスケート人生ちょっと振り返って、その時に、はい、やりきった感とか、うんうん、まあ、なんか自分なりに頑張れたなみたいな気持ちはどうだったんですか。はありました、はい、ありました。だからなんだろうな、うん、自分の武器だった 100m が、うん、割りタイムも出なかったんですよ。そのやめようって決意したシーズンがタイムが伸びてこなかったので、そのなんか体力的というか、うん、技術的にもちょっと無理なのかなっていうふうにも、はい、思ったりもしてたんですよね、はい、確か。いや、なんか子供の頃から今までずっと聞きましたけど、なんか綺麗っていうか、なんていうんですかね、素直っていうか自分になんかそれをすごく僕は感じて、はい、でなんか自分に素直に生きたいって多分みんな思うと思うんですけど、うん、でもそう簡単に自分の素直さっていうか自分の素を認めてくれる人ばっかりじゃないじゃないですか、はい、なんか、うん、で結構いろいろやいや言ってくる人もいるし、はいはい、なんか遠目で見て、うんうん、手伝ってくれないで見てる人もいるしとか、うんうん、まあ冷静に考えたらそういうことってたくさんあると思うんですけど、はい、それでもなんかやっぱり進めて今もそういう生き方なんだろうなと思ってる、はい、勝手に思ってますけど、それがなんか心地いいからなのか自分で、うんうんうん、いやでも自分は負けたくないんですよとか、そういう まだハングリーなパワーなのか、それなんか自分でどう思う。いや、ハングリーなパワーなんだと思う。やはり多分ある意味才能あ、いや才能なのか分かんないですけど、いやなんか後先はあんまり考えないタイプで、もともとそれだったらやってみようっていう方が勝っちゃうので、そうですね、なんかとりあえず思ったことガンガン監督にも言って、多分監督からしたら多分わがままで大変だなみたいなところはあったと思うんですけど、なんか成績出してたら何も言わないっしょっていうような感じだったので、好き勝手やらせてもらうけどその時しっかり成績は残しますっていうような、髪とか金髪にしようがネイルつけてようがチャラチャラしてようが成績はしっかり残しますみたいな
感じでもう割り切ってたので、まあ、成績出してたらちょっと変なことしてても周りは何も言わないっていうような、うん、ちょっと昭和的な考え、はいはい、感じだったので、だからやることはちゃんとやろうっていうふうなことだけ考えて、あんまり後先考えずにやってきたかなっていう感じありますよね。まあ、こういうそういう力がある人に聞く質問じゃないかもしれないですけど、はい、まあ、最後やっぱり最近ってとにかく情報がいっぱいあって、うん、でそのやり方とかももういろんなところにも書いてるじゃないですか、はいはい、でよくよく考えるとこれやったらうまくいかなさそうだとか、うんうんうん、みたいなことが事前に、まあ、容易に分かるような時代で、はい、だから本当にみんなが慎重になったりとか、それこそ思ってすぐ行動みたいなことをする人が減っていると思いますし、うんうんすね、学校教育もやっぱりいろんなね、はい、あのなんていうんですかね、先生も大変な時代になってますし、はい、うん、普通になんかお前なんだよって頭を叩かれることもないし、はいはいはい、だからなんか行動をする人っていうのがなんかすごくなんか減ってきているような一面もあるのかなと思うんですけど、うん、それを打破するなんかアイデアはありますかね。いやだからなんか失敗も悪いことじゃないなってやっぱり思えたんですよ。ソルトレイク あの大失敗があったからこそ私はソルトレイクにも行けたし、うん、でそのアメリカに渡ったことで、あの当時やっぱ日本人ってシャイっていうか、あまり海外選手との交流ってあまりなかったんですけど、うん、そのアメリカに行けたことでそのワールドカップとかでも海外の選手と交流ができたりだとかにもつながったりとかすると、やっぱワールドカップでもなんかなんだろう、アウェーじゃない感じがあったりするんですよ、うん、そういうのも強みだなって思うし、そのソルトレイクでの失敗があったから自転車にも挑戦できて、うん、またいろんな世界知れたし、夏のオリンピックっていう道にもつながれたので、私は失敗は悪いことじゃないと思ってるから、うん、それならいろいろ考える前にまずやってみようっていう選手は未だにまだ持ってて、うん、っていうところなので、なんだろうな、やっぱりいろいろ考えちゃうからできなくなっちゃうわけですよ、うん、いろんなそのことがあるだろうなっていうふうになって不安になっちゃうから、だったらまずやってみて失敗してそこから考えればいいじゃんっていうぐらいの気持ちで取り組んでいきたいなっていうふうには何事も思ってるんですけどね、まあ、僕も完全に実はそっち派なんで。あ、本当ですか。ぜひね、そういうの推進して、はい、なんか自分の可能性を作るみたいなきっかけだと思うんで、ただ最初の失敗の時にまあなんか必要だったらね、我々みたいなのがちゃんとサポートしてあげるみたいなことは必要だと思うんですけど、ぜひポジティブ、はい、委員会の委員長として私、はい、今後もね、はい、スポーツ界のみならず、はい、牽引していただきたいなと思います。はい、わかりました。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。